こんにちは、むしょです。今日も YouTube 行ってみましょう。今日はですね、Twitter の深掘りをしてみたいと思うんですが、先日ですね、こんなツイートをしたんですね。もしもタイムリープをしても外国人留学生の受け入れのホームステイはやると。そのぐらい、ホームステイっていうのは英語教育にとってすごく効果があると、こんなような内容のツイートをしたわけなんですが、本当ね、これね、何度もね、僕言ってるんですけど、ホームステイの受け入れってめちゃくちゃ英語教育にね役立つんですよ。例えばもうシンプルな話、ハーフの子がいるじゃないですか。お父さんがアメリカ人、お母さんが日本人のハーフの子がいて、でその子が日本語と英語両方とも喋れるようになるみたいな話って結構よく聞いたことがあると思うんですけど、それなんでかっていうと、別に遺伝子的にね、その子が英語の遺伝子を持って生まれるわけじゃないんですよ。英語の環境に常にいて、お父さんが英語で話しかけて、お母さんが日本語で話しかけるから、両方の言語が身につくっていう結果になるわけですよね。もう日常的に英語があるんですよ、そこに。だから英語が喋れるようになるっていう、そういう単純な話なんですよね。要は英語をじゃあ身につけるんだったら、自分はね、例えばそのハーフじゃなかったとしても、外国人と結婚してなかったとしても、家に誰か英語を喋る人がずっといれば同じことなわけじゃないですか。なのでその環境を作ってしまおうよっていうことでやったのが、外国人留学生の受け入れなんですね。これ以上効果的なやり方はないんじゃないのかなって僕は今でも思ってますね。大きくね、3つポイントがあります。3つね。まず1つ目は、生きた英語が使える。もう例えばクラスの中で学ぶような英語とかね、ではなく、もうその自分の生活の中にあるものが全て英語に置き換わるわけですよ。なんていうんですか、自分の体験、自分の人生の中にも英語が入ってる。自分が見たものが英語でこう表現されてるんだなとか、いうのがもう全部そのインプットされるんですよね。だから教科書で見たものとかではない英語が使えるようになる。これが大きいですよね。2つ目はね、とにかく回数を喋るようになる。当たり前ですよね。一緒の家に住んでる人が英語を使ってたら、毎日必然的に英語を使うわけじゃないですか。そしたらもうこの回数、英語を使う量、めちゃくちゃ多くなります。でね、英語のトレーニングってよく筋トレに例えられることがあるんですけど、これもそうなんですよ。1日とかガーッとやって、あと1ヶ月間が空いちゃうとかってやっちゃうと、もうね、全然身につかないんですよね。それよりも10分でいいから毎日ちょこちょこやってる方が絶対英語って身につくんですよ。そういう環境をもう自然に作れるようになるのが、このホームステイ受け入れっていうことなんですよね。で、あと、3つ目ね、これはね、もう僕的には重要な話なんですけど、お金が儲かるっていうね。普通英語教育やるって言って、なんかお金かかりそうみたいになるじゃないですか。でもね、ホームステイ受け入れやるとね、逆にお金もらえちゃうんですよ。もちろんね、有償と無償のね、受け入れ2種類あるので、有償のタイプは選ばなくちゃいけないんですが、それでもですね、若干ですね、やっぱホームステイ受け入れるっていうことで、副収入になりますからね。うちなんかはですね、毎日3食提供するっていうタイプで、月に7万かな、もらってましたね。で、そこから諸経費がね、引かれるんで、2万ぐらい、例えば光熱費、食費とか、あと、ちょっとしたね、外食費とか、こういうのも出してたんで、そういうの引かれるんですけど、それでもね、プラス5万ぐらいにはなってましたからね。かなりいいですよ。英語学びながら、ね、ちょっとお金も増えるみたいなね。もちろんね、とは言ってもっていう人はいると思うんですよ。やっぱり家に人が一人増えるって結構大きなことじゃないですか。生活パターンも変わるし、例えば細かい話、ちょっとお風呂出た後にね、パンツ一丁でこううろうろ家の中を歩き回るっていうこともできなくなってくるんですけど、そういうね、不便さっていうのはね、どうしてもあるんですよ。ただ、そこでね、得られるものを考えると、英語を使う機会が増える、でもう、ね、生きた英語ができる、でお金もちょっと儲かるみたいなね、このメリットを考えると、このぐらいはね、一定期間ね、我慢するのもありなんじゃないかなと思うんですよね。うちは結局2年間ぐらいもうぶっ通しでやってたんですけど、でも長い人生の2年ぐらいね、そういう期間があっても別にいいんじゃないのかなって思いますね。今うちの子は、日本でいう中1と小6ですけど、もしね、またね、小学1年生から子育てを始めろって言われたとしても、
同じように外国人留学生の受け入れはします。そのぐらい効果があります。今はねコロナのねことがあるのでもう外国人留学生は全然来ないですけど、もしねコロナが終われば、だいたいね留学生受け入れって夏なんですよ。夏から始まるんです。っていうのは9月入学のパターンっていうのが多いので、夏にだいたい事務手続きを終わらせて8月下旬に来て9月からスタートみたいなことが多いんですけど、まあ、来年のね2021年の夏ぐらいにはね留学生また復活してほしいですよね。それまでになんとかこのコロナが終わってほしいなと願っております。コロナが終わったらぜひ外国人留学生の受け入れホームステイ興味がある人はぜひやってみてください。きっと、子どもの、多文化教育英語教育の役に立ちます。はい、今日はこんなところで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。